The following contest is a handicap match. Making her way to the ring from Neo Osaka, Hacker Asuka. And her opponents, first, from Neo Osaka, Demon Deville! And her partner, from Neo Osaka, Cyber Naomi!彼女たちはワテの姉妹や。ただ結果的にプログラミングによってワテを裏切った。戦うこと以外の選択肢なんかなかったわ。あの技で彼女は主導権を握ったんや。で何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。あの技を受けて立ち上がったものは少ない。締め技を決めた。あの一撃の後は今でも忘れられへん。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。あの技を見たことある。どういうモード体で分かる。彼女は決定打を打ったんや。別に協力したことは少なかったけど、ナオミハンとソーニャのチームワークは抜群やった。おのおのの仕事をよく理解したし、作業自体も完璧やった。リングの外は安全ではなかったんや。で何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。彼女はリングの中で決着をつけたかった。こうなるとあん時あんなにデータ盗まへんかったらよかったわ。
うちらの未来を買うために盗んだのに、その未来が潰されてもうたわ。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。一部のハッカーは金のためやろな。でもナオミハンはハッキング自体の高揚感が目的や。デジタル要塞を完全なまでに叩き潰すのが快感なんやろな。この世界でオーソリティが多勢力を潰してたからな、こっちから一夜報いることができるのは新鮮やったわ。ナオミは任務のためだけに働いてるわけちゃうねん。命がかかってたからな。サイバースペースに無力化させられたらフィードバックは想像を絶するもんやん。でもそのリスクはハッカー全員が負ってんねん。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。隙をついて一撃を食らわせた。あの一撃の後は彼女はそこで終わらせようとした。かなりダメージを負ったけどまだ終わらへん。締め技を決めた。彼女をいいところまでに誘導できた。彼女を脱出できた。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。あの後で何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。隙をついて一撃を食らわせた。デビルの言うこと聞くべきやったわ。彼女によればオーソリティにはうちらのようなハッカーキッズに対応することもないやろうと。できれば彼女に謝りたいな。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのをワテは知ってる。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。あの技で彼女は主導権を握ったんや。一部のハッカーは調子が出ることが多々あったけど、ナオミの場合は特殊で光るねんな彼女。あの一撃の音は今でも忘れられへん。あの技で彼女は主導権を握ったんや。うちらはただのクレジットのコソ泥時代の頃、ナオミハンはワテの命を救った。今夜はその恩を返す時や。彼女のキャッシュを削除してでもやるで。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。借り出せんのは金と戦闘しかない。うちのクルーは両方とも提供できたから問題なかったけどな。
すこともやっとのことで取り返しのつかんことしたんちゃうかな思ったわ。あの一撃の後は今でも忘れられへん。プリス会長の話ならみんな聞いてるはずやんな。彼女の力、冷酷さを、あの夜うちらはそのシーンを知ることになったんや。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。あの技で彼女は主導権を握ったんや。デビルはサイボーグの地下闘技場におったわ。彼女は無敗やった。ワテに会うまではな。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。隙をついて一撃を食らわせた。あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのはワテは知ってる。あの一撃の後は今でも忘れられへん。あの一撃の後は今でも忘れられへん。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。受けて立ち上がった者は少ない。あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのはワテは知ってる。来るのが見えてたから完璧なタイミングで避けられたよ。コールブレーカーを押した。気づけたくなかったけど仕方なかったんや。やっと突破できた。アレクサはめっちゃキレてたけどな。